皆さんこんにちは、パーソナルトレーナーの田中舞子です。今日はローカルのジムに行ってみようの企画です。プールもあります。そして高タンパクな食事が取れるカフェもあります。サウナもあるそうで、すごい設備が充実してます。素敵。カフェのメニューも充実しています。こんな感じで、ナシゴレン、グリルのサーモンとかチキンもあります。高タンパクフードがたくさんあります。あ、こういうアンヘルシーフードもあるみたいです。の、美味しそう。プロテイン、スムージープロテイン、美味しそう。私はチキンにしました。友達はチキンカツ、モッツァレラチーズ、ヘルシーな、こういうシンプルなグリルチキンが食べれてなかったのでめちゃめちゃ嬉しいです。安心する味。グリルチキンはどこで食べても安定した味で美味しいです。はい、本日バリ最終日となりまして、最後のトレーニングを終えてお部屋に戻ってきたところです。はい、これからパッキングします。前回じゃないや、質問回答の動画にたくさんの温かいコメントをいただきまして本当にありがとうございました。が、ね、賛否両論あるかなと思いつつ回答させていただいたんですが、本当に本当に温かいコメントばかりで感謝でいっぱいです。はい、ということで、バリ2週間ほど滞在しまして、バリ島だけじゃなくていろんな YouTube にも載せさせていただいたんですが、他の島にも行ったりしながらの2週間だったのであっという間でした。はい、もうとってもとっても最高の旅になりました。いろんな野生の
海の動物たちにも会えましたし、自然に触れることができて本当に最高でした。ジムの環境もすごく良くて、設備も十分でしたし、ジムの人たちもとってもフレンドリーで、いろんな国からバリに引っ越してきてるみたいで、今日お話しさせていただいた方たちはフィリピンだったりドイツだったりとか、いろんな国の方々がいらっしゃいました。で、年齢も様々なので、皆さん様々な経験をされてバリに来て、でバリでどれぐらい過ごされるかわからないんですが、ほとんどの方が今数ヶ月住んでるよっていう感じで話されてて、あ、そうそう、英語勉強を続けててよかったなってバリに来てすごく思いました。やっぱりジムとかでお話しするときってどうしても英語で話すことになるので、コツコツと英語の勉強を続けててよかったなと思った瞬間でした。はい、まだまだ全然流暢に喋れるレベルではないんですが、これからもゆるく勉強は続けていきたいなっていうふうに思いました。で、今日は、この後パッキングして、飛行機自体は深夜の飛行機なので、ちょっと夕方軽くなんか食べて空港の近くのスパに行きたいと思ってます。飛行機に乗る前にちょっとマッサージをしていただいて、血流を良くして、はい、すっきりした状態で飛行機に乗ろうかなと思います。直行便なので7時間半ぐらいで成田に着く予定です。なので成田には朝、はい、こっちを深夜に出て、成田には朝の8時頃到着する予定です。次の旅行はフィリピンに3週間ほど8月から行く予定です。フィリピンはセブに2回ほど行ったことがあるんですけど、もうすっごい昔の 大昔の話で10年近く、それは言い過ぎかなでもそうですね、7年ぐらい前かな。当時はもうホテルから一歩も出ずにセブの街を見て回ることもなく、ちょっとツアーにシュノーケルのツアーに参加したぐらいで、基本ホテルでのんびり過ごしてたので、今回は3週間あるのでフィリピンのいろいろな島を回りたいなと思ってます。いろいろな島を回って美しい海とか湖とか、滝とか、そういった自然に触れられたらなっていうふうに思ってます。はい、なのでその様子も YouTube 撮って投稿していこうと思っておりますので、今後ともどうぞどうぞよろしくお願いします。もちろんトレーニングの動画も載せますので、はい、ということでいつもご視聴くださりありがとうございます。またねー。